皆さんお疲れ様です。はい。えっ、ー、と、ちょっとね、体調が、体調が悪いな。い、まあ、ったな。はい、すいません。あの、ちょっと体調が悪いんですよ。あの、だから音声動画は、なかなかアップロードできないんですけど、だけど、だけど、スーパーサンクス、いただきましたので、これはね、アンサーを返さないといけないな、っていうことで、はい。えー、ではでは行きますか。うん。 いきますよ。えっ、ー、と、お名前は、マリママさんでいいんですかね。あの、もし間違っていたらごめんなさい。はい。えっ、ー、と、スーパーサンクス、ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、高校生の娘さんが、ね、上智の心理学科を目指されているっていうことでいいんじゃないんですかうん、頑張ってください。ただ、<laughs> あの、上智の心理、あの、偏差値70ではないですよ。<laughs> それは違う学科ですね。はい。 あの、上智の心理学科、偏差値65ぐらいじゃないですかね。まあまあ、まあそれはもうどうでもいいんですけど。で、えっ、ー、と、私に、あの、聞きたいことっていうのは、えっ、ー、と、心理学を勉強しても、まるで役に立たないっていうね。えっ、ー、と、そのことについてですよね。私、言いましたっけそんなこと。心理学なんて勉強するもんじゃないと。 大学とか大学院で心理学なんて勉強してもまるで役に立たない。時間の無駄とか。そんなこと言ったかなちょっと覚えてないですね。うん。あ、言ったのかもわかんないですね。うん。大学とか大学院で心理学を勉強しても、なんかこう社会の底辺っていうか、 底辺労働者みたいなお金しか稼げないですよっていう、そういうことは言ったかな。あの、臨床心理士って給料安いですよとかね。あの、大学院までね、頑張って、あの、進んでね。頑張って大学院で勉強して。だけど、それでも給料安いよって、そういうふうなことは言ったのかな。 言ったか、うーんー、言ったかな、そういう、もし言ったんであればそういうことだと思いますよ。すいません、私ももうたくさん音声動画アップロードしてますので覚えてないのですよ。えっ、ー、と、ちょっと待ってね、ほんとね、体調悪いんでごめんなさい。はい。はい、ということで、えっ、ー、と、なんかそういうこと言ったかな、あの、お金は稼げないですよっていうね、そのレベルの高い職業にはつけませんよっていう、そういう 風なことを言ったんだと思う、思います。そこまでね、心理学をディスったことあったかな役に立たないか。あ、でもね、えっ、ー、と、うん、そうだな。うん。まあ、大学とか大学院とかで心理学なんて勉強しても、まあ、人生の役に立たないと。うん。まあ、ロジックだけ頭に詰め込んで、実際に、その、学んだ心理学を、 自分なりに応用して、その心理テクニックっていうものを駆使して、人間関係を円滑に構築して、ね、またはその、人を心理的にうまく操って、で、あの、ね、自分の望む通りの人生を生きていくとか、それはもう、まあ無理ですよ。え、ただ、うーん、まあ心理学なんて勉強しても役に立たない。言ったのかもわかんないですね。で、えっと、じゃあ今、ここで改めてご説明しますね。 あの、心理学って、なんだ心理学って何ですかねあの、心理学って、あの、人間の、えっ、ー、と心、心、人間の心理とかね、行動を研究して、まあ、理解することをね、目的とする学問なんですよ。人間の心理。人間の心理や行動。そこを研究して理解することを目的とする学問なんですよね。で、心理学の研究とかね、あの、実践というのは、人の心の、 健康やその幸福、あとは、まあ、いろんなトラブル、問題の解決に貢献することを目指しているので、心理学の,あの、まあ、研究、あの心理学の学びっていうのは。だから、素晴らしい学問だと思うんですけども、ね、素晴らしい学問ですよ。でも、心理学が直接的に経済的な効果や収益をもたらすものではないので、うーん心理学の学習や実践が、 うん、そうだな何か経済的な成功に直接的な影響を与えるっていうことはないでしょう。それはね。うん。うん。えっと、怪しい自己啓発系の本とかにはね、人間は、えっと、マインドが大切だとかね。うん、ま,まずはそのえ、マインドセットから始めてとかね。あとは、あの、うん、なんか心理学とスピリチュアルを合わせたような感じで、え思考は現実化するとか。 まあね、そのなんか役に立ちそうっていうかその経済的な成功とかをもたらしてくれるんじゃないのっていう幻想は持ちやすいけど実際は厳しいかな、うん。心理学っていうものが直接的に経済的な成果や収益をもたらすっていうことはねほとんどないんじゃないのかな。心理学の学習や実践がその自身の。 経済的な成功に直接的な影響は与えないんじゃないのかなって、えー、これは私は個人的に思ってますね。あの、経済的な成功とか、うん,、うん、あの、経済的な、まあ、成果とか収益ね経済、経済的な成果とか収益っていうのは、一般的には当たり前だけど商品とかサービスを作らないといけない。まあ、開発してね、生産して、で提供して、 で、あの、まあ、流通させて、まあ、最終的に、あの、ね、あの、消費者に届けて、で、その市場の競争とか、え、経済活動によって、どんどん、あの、改善されて改善されて、えー、より良いものが、ね、このように生まれる、まあ、より良い商品、サービスが世界に広がっていく。で、心理学っていうのが直接ダイレクトにこういったことに関与するわけではないんですよ。うん。あただ、心理学的な、えっ、ー、と、 知識を活かして企業のマーケティング部門とかで、ね、あの、マーケティング戦略を開発したり、あとはその人事などで、その組織の中の労働者のマインド、労働環境を改善するとかね、そういったことでお客様とか従業員の満足度を向上させて生産性を上げるとか、そういったこともできるけどね、うん。 ただ、マーケティングとか人事で働くのは難しいだろうね。うん。でも、本当はね、臨床心理士とか公認心理士の資格を取った人はね、えっと、うん、あの病院とかさ、そのメンタルクリニックとかではなく、本当は、人事のね、うん、マーケティングとかねあ。企業のマーケティングとか、あとは企業の人事とかね。 そういったところで働いた方がお金稼げるんじゃないのかなって思ったりもし,してますね。はい。えっ、ー、と、あ、そっか、えっ、ー、と、まりママさんの、えっ、ー、と、娘さんは大学院に進んで、なるほど、臨,臨床心理士、公認心理士を目指されてるのか、あ、病院の精神科で働きたい。うーん あ心に悩みを抱えている人を助けたい。うん、素晴らしいね。うん、うん、あの、うん、あの、反対なんですよね。あの、マリマまさんは。<laughs> うん、そう、あの、自分の、あの、ご自分、あの、ご自分のお嬢様が、そういう道に、あの、向かっていくのは、ちょっとなんか、うん、反対してる。えー、まあ、給料安いからね。 臨床臨床心理士ね。給料安いからね。うん。だけど、本人が納得をしてやりがいを持つことができればいいのかなって思ったりもしてる。なんでかっていうと、あの、これが、息子さんだったらちょっと違うのかな。娘さんなんで。やっぱりね、女性は、えっ、ー、とこう、結婚で一発逆転っていうのがね、どうしても、うん。どうしてもそういう、まあ、逃げ道っていうと、ちょっとこう、女性に対して失礼になっちゃうねなんて言えばいいのかな。ま、んだ、す。そえっ、ー、と、 安い給料の職業についても、ね、あの、結婚することでまたガラリとね、その経済環境を変えることができるっていうね、そこは女性でしか持ち得ない強みとして、うん、いいんじゃないのかな、いいんじゃないのかなって思いますね。男はね、臨床心理士、公認心理士になったらね、もう一生精神科医の下請けですよ。安い給料で働くしかない。 だけど女性は結婚して、あの非正規労働でね、あの非正規雇用で臨床心理士とかを続ければいいんですよ。女性はね。ていうか臨床心理士とか公認心理士の資格持っていたら、結構エリートビジネスマンとか、うん、上級公務員から人気出るんじゃないのって思ったりもするけどね。うん。だからエリートビジネスマンとかね。うん。あの、まあ、公務員とかの 心を癒してあげる。エディートビジネスマンはね、ストレスを抱えてますんで、だとするとね、もし、ね、その結婚して、奥さんが臨床心理士の資格を持っていたら、ね、これはね、あの、自分の心に寄り添ってくれる。自分の奥さんが、自分の妻が、一番自分の心に寄り添ってくれる。いやこれはね、エディートビジネスマンにとってはね、うん、あの、臨床心理士の女性と結婚するメリットは、かなり、 あの、高いんじゃないのかなっていうね。うん。まあ、ということで。まあ、これが、男性だったら、息子さんだったら、ちょっと厳しいかな。一生精神科医の下請けとして、働く覚悟を持てるって安い給料で。大丈夫って。うん。まあ、経済的な成功はできないよって。そこをちゃんと理解しないといけないんだけど、もしこれがね、男性だったら、息子さんだったら。でも、女性だからね。おー すいません。今 <laughs>。あの、ペットボトルが今大きい音をしましたね。ごめんなさいね。おびっくりした。なん,だなんでだろうペットボトルがなんか今大きな音を立てた。怖いね。ペットボトルなんか爆発しなきゃいいけど、え、なんでだろうなんで今こんな大きい音がね、出たんだろうちょっとびっくり。えっ、ー、と、なんだっけあの、女性なんで、ね、あのー、 ま、臨床心理士、公認心理士は給料安いし、あのー、まあ、非正規雇用が多いけど、だけど、ま、結婚っていうね、まあ、こう、一発逆転の道はまだあるんで。だから、うん、うん、うん、あの、いいと思います。あの、ご本人が、ね、あの、娘さんが納得をして、やりがいを持つことができればそれでいいんじゃないのかな。っていうか、絶対、臨床心理士の女性は、エリートビジネスマンとか、年収600、年収1000万とかっていう人からね、 あると思いますよ、うん、これは。あの、高い年収を稼ぎ出す男性っていうのは、抱えているストレスも半端ないんで。だったら自分の彼女、自分の奥さんが、ね、あの女性臨床心理士ってね。いや、これは心強いですよ。だから、結構婚活とかでね、一発逆転できるんだよ。うん。あ、あとは、心理学を勉強すると、モラトリアムを誘発するっていうこと。こんなこと私言いましたっけ覚えてないなぁ。 うん大学とか大学院で心理学を勉強すると、モラトリアムを誘発する。言ったのかな一応、また改めてご説明しておきましょうか。あの、モラトリアムっていうのは、えー、っと、うん、まあ、個人が、えっと、若者が社会的な役割とかね、社会的な責任を、えー、っと、達成する前に、一時的に、ね、その社会的な役割とか、社会的な責任につかなくていいよと。ちょっと猶予してあげるっていうね、そういう期間。 だから、社会的な役割とか社会的な責任っていうものを背負い込む前に、一時的に、うん、わずかな期間だけどね、一時的に人生の意味を求めて自分探ししてもいいよと。うん、ね。あの、まあ、自己実現したいことがあれば、自分が目指したい夢とか希望があれば、そこをね、そこを、えー、求めていいよっていうね。 うん、大人として、社会人として完全な自立とかね、完全な責任を背負い込む前に、少しだけ猶予してあげるってね。社会的な役割、社会的な責任っていうのは、少しだけ猶予してあげるっていうね、そういう発達期間のことですね。モラトリアムっていうのは。で、そっか、心理学を勉強することがモラトリアムを誘発する。うん、まあ、よ、要は、モラトリアムの期間が長く,長くなっちゃうかもしれないねっていうことかな。 私が以前もし話したんであれば、ちょっと覚えてないんですよ。ごめんなさい。まあ、もしかすると心理学を勉強しちゃうと、モラトリアも誘発するね。えー、っと、その、まあ、期間が長くなっちゃうかもわかんないね。で、えー、っとね、あの、心理学をね、大学とか大学院で心理学を勉強していると、えー、っと、その、自分の社会的な身分を決定するのが遅くなっちゃうんですよ。うん。 あの大学、さらに大学院で心理学を勉強するっていうことは、将来の職業とかキャリアの選択に、もしかするとネガティブな影響を与える可能性があります。あの大学や大学院で心理学を勉強する人っていうのは、他の人が社会人となって、早期に社会的な役割を果たしている一方で、まだその大学院で心理学を勉強してますって。そうしちゃうと、自分の社会人としてのポジション、身分決定の遅延というのを、 経験することになっちゃうんですよ。わ、かりますあの、大学院で心理学なんか勉強している人よりも、大学とかまたは専門学校を卒業してね、で、実際にもう社会で自立して働いて生きているっていう人の方が、大学院で心理学を勉強している人よりも、人間のリアルな心理に詳しかったりするんですよね。うん。 あと、大学院まで行ってね、心理学を勉強している人って、自分を探求する時間自分とは一体なんだうん。自分とは一体ね、どんな存在なんだ自分って一体ね、あの、どこから来てどこに行くのか自分はどうやって生きるべきかとかね。そう、そういった自分を探求する時間を長く取りすぎちゃう傾向があるかな心理学。心理学ばっかり勉強している人って。いつまで経ってもモラトリアム。ってなるリスクがある。<laughs> あの、心理学を勉強しまくってる人は、まだモラトリアムって、うん。まだ自分探求してます。人間とは何か人間の心とは何かよりよく生きるとは何か何なんだね。心とは精神とはね。コミュニケーションとは一体何なんだ人はいかにして社会で、ね、自分を表現して生きていくで、社会で人と人とのコミュニケーションをどうやって構築していけばいいのかね。うん。あの、自分とは何だ生きるとは何だ社会とは何だね。他人と自分、 自分がコミュニケーションを取るとは一体どういうことなんだなんだ一体なんだなんだってずーっと言い続けて。え、まだモダトリアムなんですかってね。うん。だから心理学ばっかり勉強してる人ってずっとモダトリアム。まあ、だけど、いろんなことを言いましたけど、ただその娘さんが、心理学に憧れを持ってるんですよね。臨床心理士とか公認心理士に夢を持っている。それならば、やらせてあげていいんじゃないのかなって。うん。で、さっきも言った通り、女性の場合はね、 あの結婚という一発逆転もありますんで。うん。いや、これは女性だけが持ち得る強みですよ。うん。うん、これはね。まあ、っていうか、その、女性で臨床心理士だったら、エリートビジネスマンとかね、エリートサラリーマンから人気が出るかもしれない。じゃあ、いいんじゃないのかなって、うん、本当に学びたいんであれば、ね、あの、娘さんが本当に心理学を学びたい。臨床心理士、公認心理士に夢を持っていると、うん、やってみたいと。 いいんじゃないですかね。うん。まあ、病院でね。あのー、あ、すいません。あのー、途中ではい、切れてしまいましたね。うん、バッテリーが切れちゃった。えー、っとですね。あの、少し、少し充電して、今、録音してますので、で、これもね、多分、5分ちょっとで切れちゃうかな。えということで、 あの、だだだと、行きましょう。はい。えっ、ー、とね、なんだっけえー、うん、そうそう。あの、人生は一度きり、そして若い時間は短い。だから、娘さんがね、心理学を学びたい。うん、臨床心理士、公認心理士になりたいと。で、病院の精神科でね、うん、まあ、心に重荷を背負って、心の傷を背負っている人に優しく、ね、あの、寄り添ってあげたい。うん、それが夢だというのならば、 そこはね、あの、受け入れてあげて、応援してあげる。あの、今ここでご両親がね、あの、親御さんが反対しちゃうと、えっ、ー、と、娘さんがね、えっ、ー、と、<laughs> すいません、ちょっと、はい、あの、アラームの音が今入りましたね。ごめんなさいね、もうガチャガチャですね。えっ、ー、と、今ここで、あのー、えっ、ー、と、親御さんがね、あのし、あの大学とか大学院で心理学なんか勉強しても役に立たないとかね、臨床心理士とか公認心理士は給料安いし給料安いし、 ね、あの、経済的な、なんだ、生産性はないとか、あそういうことを言っちゃうとね、あの、娘さんは歪んだモラトリアム期間に入ってしまう危険性がある。大体ね、あのー、うん、大体その、若者が歪んだモラトリアムに入ってしまってで、ずっとずっとモラトリアムを引きずっちゃうのは、若い時にやりたいことができなかった場合なんだよね。例えば、アイドルとかね、声優とか、ダンサーとかね、芸能人とか、モデルとか、あの、 女優とかね、ミュージシャンとか <laughs>、いろいろとありますよね。まあ、YouTuber も最近では、まあそうなのかな。まあ小説家とか漫画家とかね。なんだあ,あとなんかありますまあ、いろいろとありますよね。うん。これをやりたい、あれをやりたい。だから、その親御さんの視点から見れば、反対なんですよ。いや、それってさ、あの、経済的な強みってないじゃんと。うん。それじゃあ、お金稼げない、安定的な、ね、あの、経済的なゆとりはないよって。 うん、親御さんはそういう視点で物を言う。だけど子供はね、そうじゃないんだと。夢、夢を追い求めたい。自分の好きなことをやりたいんだってね。そういう気持ちが強いねだ,だから、そういうふうな、あのー、お子さんの気持ちを押さえつけちゃうと、抑圧、抑圧をかけちゃうと、歪んだモラトリアム期間になってしまって。そうすると、あのー、じゃあ例えば、大学卒業したけど、フリーターとか派遣社員とか、ね、ずっと、あのー、 もう非正規労働で生きてしまうとか、うん。または無職、にート、引きこもりとか、ほんと、ゆがんだモラトリアムの期間に入ってしまう危険性があるので、娘さんの夢とか願望は抑圧をかけない方がいいですよ。うん。あの、若い時の夢、憧れを、親から抑圧されちゃうと、子供ってそれが一生の心の傷になったりし、あの、するんですよね。うん。だから、娘さんが心理学を学びたいと。うん。こういう夢があるんだ。 病院の精神科で臨床心理士、公認心理士として働きたいっていう夢があるんだったら、うん。まあ、親としてバックアップしてあげるのが一番いいんじゃないのかなって思いました。はい。えっ、ー、と、もうバッテリー、バッテリー切れるぞ。<laughs> 危ないぞ。えっ、ー、と、最後にあ、私がゆきみんさんみたいに、オンラインでカウンセリングとか個人相談サービスをするっていうことについて、あの、それないです。やんないです。 うん、あの集客できませんから。<laughs> オンラインカウンセリングあの <laughs> 厳しいですよ。個人相談サービスまあ難しいね、うん。今のところそれはやるつもりはない、うん。今のところそういうオンラインカウンセリングとかやるつもりはないですね。えー、とあもしオンラインカウンセリングをするなら1時間いくらの料金設定を、えー、されますかと。<laughs> なるほどね。うん あの、もしオンラインカウンセリングをしてくれるんだったら、娘さんのことで、えー、こう、ダイレクトに、あの、私に相談したいっていうことね。いや、もうとんでもないですよ。私はそんなオン、オンラインカウンセリングなんか、できる身分じゃないですから。うん。1時間いくらの料金設定。まあ、1000円も無理ですよ。うん。だ、ゆきみんさんが8000円でしょ私は800円も無理。うん。まあ、100円じゃないですかね。私の場合は。 100円。はい。まあ、でもやんないです。あの、オンラインカウンセリングとかやるつもりはないんで。はい。ということです。あ、もうバッテリーが切れちゃう。はい。えー、では、すいません。こんな、こんなアンサーしか返せなくてすいません。あの、本当体調悪いんです。本当、もうごめんなさい。かなり体調悪、悪いです。はい。ということで、すいません。えー、っと、こんなアンサーしかできなく、もう、こんなアンサーしか返せなくてごめんなさい。はい。では、では、終わりにしたいと思います。 えっと、スーパーサンクスありがとうございました。はい、ということです。えー、今回は以上です。